以上です。今回は縁があって我が家にやってきた蛇がいるんですけど、その子をご紹介していこうかと思います。はい、ということでこの子がちょっと訳があってうちに来た個体なんですけれども、カーペットパイソンです。この子なんですけれども、いわゆるクロスです。まあ馴染みのある呼び方で言うと、日本ではデザイナーズなんて言うんですけれども、この子はクロスのカーペットパイソン。何とのクロスかというと、聞いたお話ではセントラルとジャガーのシブリングっていうことです。まあシブリングなので何とも言えないですけれども、この子自体ね、見てて神経障害等がない以上は、まあコースタルとセントラルの愛の子って考えた方がいいのかなって思っております。性別の方はメスということで聞いて、一応自分の方でも確認したところ、まあメスで間違いないかなと思います。まあ見てもらったら分かるようにね、めちゃくちゃ長い、ボールとは全然違いますよね。めちゃくちゃ長いし、でこの子がメスなので、まあちょっとねオスの方を用意してあげたいなとか思ったりしてるんですよ。ただ先ほども言ったように、クロスカーペットパイソンっていうことなので、まあクロスされてるんであれば、まあオスの方はね、ダイヤとジャガーのクロスとか、ダイヤとジャングルのクロスとか、この子自体がクロスなのでオスもクロスでいいんじゃないかって思ってます。でその先に、まあね、言ってしまったら ものすごい根血にはなってしまうんですけれども、綺麗な個体、それを目指していくっていうのもありなのかなって思ってます。言ってしまったら海外から入ってくる、まあ、デザイナーズとかクロスカーペットみたいなね、クロスって言われてる個体って正直ね結構お手軽じゃないですか。いい発色してるベビーとかは自分の国とかブリーダーさんがキープして、ちょっと微妙やなっていうものを日本とか海外に向けて輸出されてるんじゃないかなって個人的には思ってるんですよ。やっぱりね、このスカーペットとかデザイナーズのカーペットパイソン、大きくなった個体とかね、飼育されてる方の見てると、そこまで色って綺麗じゃないんですよね。メリハリが強いっていうのもなかなかいないですし、そこそこいい値段のデザイナーズのカーペットパイソン買うと、アダルトになったらむちゃくちゃ綺麗だったりするわけなので、お手軽なやつってあまり化けへんのかなっていう印象だったら、この子女の子なのでクロスカーペット、いわゆるデザイナーズ、他の綺麗なのとか、まあ、ダイヤとジャングル、ダイヤとジャガーとかクロスかかってるやつをオスをねお迎えしてかけるっていうのも面白いかなって思ってます。まあ、クロス自体がねあまり好きじゃないっていう人も日本には大勢いらっしゃるんですけれども、まあ、カーペットパイソンね、まあ、ご存知の方はね、もともにご存知だと思います。綺麗にしていこうと思ったら結局はクロスされております。まあ、有名どころのモルフで言うと、ジャングルジャガーとか、もう間違いなくもうジャングルとジャガーの時点で、もうこれはクロスされております。ゼブラジャガーっていうのも、まあ、ゼブラはもともとジャングル系からのモルフなので、もちろんそれもクロスされてる。まあ、ジャガーはコースタルからなのでね。もう完全にもうジャングルとコースタルからの品種のゼブラジャガーっていうのはもう完全クロスです。アルビノカーペットパイソンっていうのもいますけど、結局あれも何の血が混ざってるか分かんないです。ってなってくると、もう純血っていうのが非常に難しいんですよね。おそらく純血で出回ってんのってジャングルとかコースタルとかその辺ぐらいかなと思います。海外で綺麗な個体をね、作ろうとした結果、もう血が混ざりまくっちゃったと。どうすることもできないよっていう状態やとは思うんで、結局純血のラインって言われてるジャングルもほんまかどうかっていうのは分かんないんですよね。日本ではブリーダーさんが言うことを信じるしかない。でもちょっと話それちゃったんですけど、まあ、今回ねちょっと縁があってきた個体はセントラルとジャガーシブリングの子供なので、まあ、実質、まあ、神経障害がないところを見ると、もう先ほども言いましたがセントラルとコースタルカーペットの子供っていう風に認識して飼育していこうかなと思います。まあ、デザイナーズはね何年か前にねドバって出回ったんで、どこかのショップさんでねアダルトとか下取りとか買い取りで入ってオスがいたら、そういうのをね見て購入するのもありかなっていう風に考えています。ということで今回は縁があってうちに来たカーペットパイソンのご紹介をしました。今後ね先ほども言ったようにちょっと繁殖も視野に入れつつ飼育していこうかなと思います。ぜひ Twitter や Instagram、 そしてこのチャンネルの登録もよろしくお願いいたします。ではまた。